皆さんこんにちは。アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。ビーパル公式 YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、木を使った三脚トライポッドの作り方をご紹介させていただきたいと思います。視聴者の方からもたくさんお問い合わせをいただきまして、市販の鉄などを使ったトライポッドは持ってるんですけれども、キャンプサイトで少しワイルドな雰囲気を味わいたいので作るにはどうしたらいいんですかっていうふうに言われましたので、ぜひこちらゆっくりと作り方をご紹介させていただきます。ちなみに僕が使っているのは今回は雑木、キャンプ場から許可を得て切ってきたものなんですけれども、紹介するのはここの結び方なんですが、ついでに紹介をしておくと、主に僕は吊るすときは鎖を使っています。鎖を使うと長さ調整ができるので、火に鍋を近づけたりして火力調整ができるのですごく便利なんですね。そうするとこうやって焚き火の火をいじらなくても火の調整ができるのですごく便利なのでよく使っています。こちらも無事に三脚が完成したら皆さんもやってみてください。では早速紹介していきたいと思います。では早速作っていきましょう。まず最初にやる作業は木を切り出していきます。必ず守っていただきたいのは、キャンプ場の許可を得て可能な限り倒木から探してくるのがおすすめです。もちろんホームセンター等で売っている、杉の黒焼きした長めの木なんかでも大丈夫です。僕がおすすめする長さはおおよそ2メートルぐらい、そしてできれば3つの太さがそんなに差がないぐらいだといいかなっていうふうに思ってます。先ほどお伝えした太さがなんとなく同じぐらいっていうのの他に、当然木は同じ木が1本もないので枝分かれがしていれば少しカットしてまっすぐ目の方向のを選べるようにしていくこと、そして必ずすぐに折れない丈夫な木を選ぶようにしてください。せっかく作ってももしも弱い木を選んでしまったらまた作り直し、もしくは鍋を吊るした時にパキッと折れてこぼれてしまうということがありますので、そこだけは気をつけてください。あとは当然漆の種類とか、かぶれるような木も避けるといいと思います。もしも切り出してくる時はこうやって枝を残しておくと、後でここに火バサミをかけたりしてちょっと可愛く使えるかなというふうに思いますので、皆さんも試してみてください。次の作業に入ります。次の作業は木の太い方を下にして使うわけなんですけれども、最終的に三脚にした時にバランスが取りやすいように下の部分を少し尖らせます。綺麗にできる必要はないのでざっくりと尖らせていきます。完璧に尖ってるというよりはどの場所が当たってもしっかりと安定しやすいように先が細くなってるっていうようなイメージで大丈夫です。こんな感じですね。これを3本やっていきます。2本目終了。3本目、ちなみに実際はもう少し、細くても大丈夫なんですけれども、必ず木を選ぶときはパキってすぐに折れないものにするっていうのがポイントになるので気をつけてください。はい、3本ともできました。次は結んでいきます。結ぶときに大切なのは木の上になる部分ではなくって下の部分をおおよそ同じぐらいになるように揃えてあげます。そして上から30センチから50センチの間でなるべくまっすぐな部分を探して木の向きを少し言うことが聞いてくれそうな位置に整えます。整えたら綿のロープでまずはじめに中心部分あたりの木に
巻き結びをしてあげます。でこの時に大切なのが末端の部分を少し残してあげて最後に結んで留めるように取っておきます。あとは結ぶだけなんですけれども、もしも巻き結びができなかったらここは固結びでも大丈夫です。この後は下から上、下から上、互い違いになるようにおおよそ見つけた木の太さぐらいまでずっと巻きつけていきます。巻きつけるときは少し引っ張りながらやると綺麗にくっついてきてくれます。毎回しっかり合わせて引っ張る。で、互い違いになるように上から下、下から上、ずっとやっていきます。で、おおよそ木の太さぐらいまで互い違いにしっかり巻くことができたら、ここからが重要です。この木と木のつなぎ目の部分に縦にロープを回してあげてしっかりと引っ張って2回転ぐらいしてあげます。やるたびに締め上げることで、初めに巻いていた木が多少緩く巻けていたとしても、ここできっちりと木がスルスルと落ちないようになってくれます。同様に反対側もやります。はい、締め上げました。これでもう木が回ることがありません。そうしたら初めに残しておいたロープと一緒に結んであげれば完成です。ここはすぐほどけるように、引いたらほどけるような輪っかの状態で大丈夫です。で、余った部分は束ねておくと後で絡まらないので便利です。これで完成です。さあ、これが結び終わった状態の三脚です。これを開いていきます。開くときは木が動きやすい方向を探してあげて、ポイントは3点が正三角形になるようにしっかりと置いてあげて、角がずれないように初めに削ったところにしっかりと固定をしてあげます。そうすると ぶら下がっても大丈夫なぐらいしっかり安定します。あとは高さを好きな高さに調整してあげれば、三脚としていい高さで使うことができます。好みで鎖をかけたり、ロープをかけて S 字フックでしっかりと物をぶら下げてあげてもいいですし、残った枝の部分にランタンをかけてあげたりしても可愛いんじゃないかなっていうふうに思います。
さて今回はこの三脚の作り方を紹介させていただきました。木を選ぶときは丈夫なものでなるべく同じぐらいの太さ、そして長さが2メートルぐらい、もちろんキャンプ場の許可をしっかりと取って入手してください。ホームセンター等で買った木でも大丈夫です。そして結ぶときは真ん中になる木に初めにしっかりと結びつけてあげたら末端を残して互い違いに編み込んでいく、木の太さぐらいまで。最後に縦にしっかりと縛り上げてあげて真ん中で結べば完成です。配置をするときは必ず正三角形を忘れずに気をつけて楽しく使ってワイルドなキャンプシーンを味わってみてください。いかがだったでしょうか。ビーパル公式 YouTube チャンネルではこのように様々なアウトドア情報を発信させていただいております。僕が担当しているここでは皆様からのあんなことをしてほしい、こんなことをやってほしいなどなど、レビューも含めていろんなものを丁寧に紹介できればなと思っておりますので、ぜひ参考にしてください。ビーパル公式 YouTube チャンネルへの登録、そして僕のこの担当の部分もぜひいいねをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。